逃げ若のキャラがサーバントとして召喚されたら、に対するネットの反応を紹介します。原作のネタバレあり、逃げ若のキャラが召喚聖杯戦争は一人案件カルデアされたらどんなクラスとステータス、スキル構成になるんだろうか。若君が危険回避能力特化型アサシンになる。時行は気配遮断持ちのアーチャーかライダーな気がする。暗殺って要するに正当じゃない手段でひっそりライバルだとか障害を排除していくやつだからな。反乱起こしてる時行はアサシンタイプじゃない。間違いなくアーチャーだし戦利眼持ってる。小笠原殿の宝具は小陰と欲すればまず馬を色で防御無視攻撃。小笠原定宗はアーチャーで必中持ち。北畠明家もアーチャーで無敵貫通、防御無視。キャスターよりシゲとかいうマーリンポジのあれ。名前を聞いて微妙な表情になる影虎剣心ちゃん。ダークエルフの集大成に会えるぞよかったな。こいつが生み出した人造武者の末裔が影ニャーなんですが、相手の宝具スキル使用に反応して自動で回避付与。ライダーかバーサーカーのバカとのこと新田義貞だ。筋力は A プラプラ気力低下で攻撃力上がるらしいので。高氏がどんなキャラでもニコニコして遠くから見ている駒姫はいる。これだぞ。確かに訳がわからない祖先の親戚ではあるけど偉大なことに変わりはないからな。むしろこれこれこれが高氏様の面白げふんげふんすごいところですとか言いそう。不可解という意味では秀吉以上だと思うな。異次元のカリスマ EX、自身の HP が少ないほど味方全体の攻撃力アップ、敵全体にスタン混乱付与 HP が少ないほど確率アップ。あの高氏だぞ。まあノット武士なのに武士すら圧倒した怪物的メンタリティの利休すら受け入れたし。駒姫ちゃんは芝家長と仲良さそうなんだよな。駒姫の最上家は芝氏の分家筋。逃げ若の武将は野望シリーズボイステータスが設定されてるからそこにある技能はそこそこスキルに転用できそう。新田義貞の戦場のクエスチョンなら確率でステータスアップ、それと反比例の知力理性低下で強化スキルの足的なものになるのかな。クラス適性は複数ありそうだが全クラス共通で持ってくる。高氏とか義貞が持ってる武芸百般は無休のブレンに変換できそう。無休は一つの時代で無双を誇るまでに到達した武芸の主練とまで言われてるからまた違うんじゃないか。峠若での説明が剣術、弓術、馬術の複合技能、フェイトにもすでにある武芸百般馬の説明が多岐にわたり培われた戦闘技術により、あらゆる戦闘状態に対応することが可能だから素直に同盟のスキルで帰還できると思う。あの少年。いや高氏とかいう御人、何か不思議な縁を感じる。この漫画やけに大和たけるの子孫多いよね。とりあえずだけでも、天皇、皇族、源氏、平氏はまとめて大和たけるの子孫だからな。当たり判定でかすぎるだろ。スキルというには微妙だけど、小笠原さんと共闘するシナリオクエストは対決する高難易度クエストに、いおりを出すとなぜか視線を感じるって具合に特殊バフがかかるギミックが欲しい。高氏は多分デタラメプランニング EX と仕切り直し EX 持ってる。なんか天使が周りをさまよいている。足利忠義はルーラーで宝具もスキルも支援用のバフ要因だろうな。若君の再臨解放のスキルに中仙台はあると思う。マイルームボイスで、本物の鬼と鬼遊びができる、とはしゃいでるのが見える見える。楠木正成は絶対ヘクトールと仲良いだろうな。お互い籠城戦の天才だし、苦労人だし、宿敵との一騎打ちで殺されるところもそっくり。あの、見ないようにしてた未来で特級呪物携えた人いるんだが来て大丈夫か？あ、ヨフプラスチンキューアルニイコールドキヨリトウ、ミッチーのご先祖様である。逃げ若のアグラベイン枠の子ウノモロナオ。ランスロット枠がなおよしか、ランスロットにしては弱いけど。モードレッド枠はただ冬。モルガン役もただよしか寝てるのか、運ではいないが。高氏はノップみたいな変な聞き方するカリスマか精神汚染系持ってそう。逃げ若じゃなくても足利高氏と新田義貞と楠木正成のどれかはそのうち出てきそう。義貞は脳筋なステータスとスキル構成に反して、宝具は漫画でも書かれた鎌倉攻めの時刀を海に投げたら潮が引いた。そこから進軍したってエピソードからなる、状況打開の宝具だと面白いと思う。こっちの世界でもとんでもない英傑になりそうな五代醐天皇。カリスマ B- ぐらいかな五代醐。ほとんどの現代日本人は山竹の子孫かもしれない。藤原氏は源氏と平氏と婚約して血が混じったとかありそうだし山竹の子孫じゃない人を探す方が難しいかもしれない。大昔から公家から武家に降下してたからね。女系で士族に血は繋がってさらに幕末、明治以降に広く平民に広がったわけよ。みんなたちもどこかで繋がってる子孫かもよ。
まあ山竹の実在性自体が怪しいんですけどね。FGO に実装されてるわサバも結構な割合で山竹の子孫だな。間違いなく森くんの同類でどんなクラスでも強化入りそうな結城さん。進化としてはちゃんとしているところあるのも森くん族だわ。実は右若にはドラゴンスレイヤーがいるのだ。いえいえ、私などは誇るべき武名はございません。主上の御子を手にかけた逆族として汚名を残すものでございます。他に逸話ですか？強いて言うなら少しばかり大きい蛇をいたことがあることでしょうか。神明淵野部義弘元ネタ史実。伝承クラスアーチャー、性別男性、身長体重175センチ、73キロ、属性混沌、全ステータス筋力 B プラス、耐久 C、 敏捷 C、 魔力 C、 幸運 D、 宝具 B プラス。クラス別スキル、対魔力 D、 一工程シングルアクションによる魔術行使を無効化する。魔力酒のアミュレット程度の対魔力、単独行動 A プラス、マスター不在でも行動できる能力。固有スキル、勇猛 C、 威圧、混乱、幻惑といった精神干渉を無効化する能力。また、格闘ダメージを向上させる効果もある。縁切り A、自身、あるいは他者にかかった契約の類を一方的に破棄する能力。縁を切られたサーバントは自身を含めて B ランクの単独行動スキルが付加される。このランクになると、副産物として霊樹による強制力も一度だけ無視できる。宝具、爆砂の烈球、ランク B プラス、種別体重宝具レンジ5から60、最大補足1人、竜あるいは大蛇を仕留めた号泣による蓋や、己よりはるかに強大な魔性を打つために義弘が編み出した奥義。まず1射目で対象の体内に衝撃と構成魔力を浸透させ、魔を置かず放たれた2射目の矢が1射目の矢と体内の1点に重ねることで集中点の破壊力を増大させ、対象は体内から爆散する。義弘による剛力と精密な弓の腕前があって初めて成立する宝具奥義であることは言うまでもない。ドラゴンスレイヤーなんだよねこの人。逃げ若だと小物だったけど、そもそも史実だと若が再起する2年前に戦死しているからな。史実を無視してまでここまで小物扱いにする必要あったのかというと疑問。逃げ若じゃ森吉親王が正義の英雄扱いだからか。ちゃんと強者との戦いを見にできた若立ち上げのためじゃないかな。若主役少年漫画だから面白くするためにはあり。森吉親王を殺したから嫌われ者という側面もあるんだろうけど、命令したのは忠義だし、主君の命令に逆らうわけにもいかないしな。ひよったりしないで撃ったのは忠義の部下の武士としては偉いことだと思うわ。ステータスと解説文のかっこよさと画像が全く合ってないんですが、森吉親王を手にかけた淵野部義弘の末路ってらしい。森吉親王の逸話以外、手柄を立てたとか、先祖や子孫が有名とかはないらしい。森吉親王を撃ったということはすごい人物だったのだという理由で竜殺しの伝説が盛られたんだろうか。どちらかというと淵野部村の地元民たちが俺たちの地頭様におめえだけじゃなくてかっこいい伝説も作ろうぜって感じな気もしないでもない。大平記のこの人の最後かっこいいよね。逃げ若のキャラがサーヴァントとして召喚されたら、に対するネットの反応いかがでしたでしょうか。歴史ものなので他作品よりは想像しやすそう。アニメの感想反応も投稿してるので、よかったらそちらもご視聴いただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。